こんばんは、佐川銀次です。明日はね、雇用統計ということでね、この間のね、7万ぶっこきをね、取り返したいなって思ってます。それにはね、食費をね、切り詰めていかないといけないということでね、今日はね、コストパフォーマンスの高い焼きうどんやっていこうかと思います。まあ、1回目にね、うどんやっちゃってね、もう4回目か、今回焼きうどんいっちゃうのどうなのっていうのはあるけど、まあね、ぶっこいちゃったんだからしょうがないよね。で、一人暮らしね、始めるとね、こう、同じ料理をね、続けちゃうと思うんだよね。僕なんかはね、お好み焼き始めてね、お好み焼きうめえって思ってね、毎日のようにね、お好み焼き食ってたけどね、この頃はもう食わなくなった。ほんとたまにね、キャベツが安い時、この間さ、妻恋村とかでさ、キャベツをね、捨てたりするようなシーズンあるでしょ。ああいう時に、まあ、キャベツ買って、まあ、ちょっと、お好み焼き作るかな、とかさ、まあ、そんな感じだね。で、その後ね、焼きそばに行ったのかな。焼きそばうめえ！お好み焼きのキャベツ流用できる、すげえみたいなね。お好み焼き食ってたけどね、お好み焼きもね、この頃食わなくなったね。まあ、そんな感じでね、こうね、まあ、あとはね、ペペロンチーノね。ペペロンチーノ、やしい、うめえ。でもね、食わなくなったよね。でね、今ブーム来てる。結構ね、これはかなりね、長いね、ブーム来てるのが、焼きうどん。もう安い、早い、うまい。もうね、最強アイテムだね。底辺飯、底辺にはね。じゃあ今日は焼きうどん作ってるから。じゃあね、材料はね、こんなとこだね。うどんと、いつもストックしてるネギと、いつもストックしてるニラと、国産豚ミンチね。作っておくよ。まずね、どうすんだっけ。油はね、前のね、料理のね、油を使ってください。フライパンをね、簡単に洗わないようにね、我々底辺は。そういうとこも、節約してください。油もあるし、出汁も効いてるから。ね。隠し味になるから。ネギを適量入れます。適量ね。お次。ピント来てないか？ピント直そう。どうかな？わかんねえ、モニター。こんなもんで。ニラ。ニラね。主張しすぎない程度に。ニラ美味しいんだけどね。主張しすぎると鬱陶しいからね。ニラ。やっぱ国産のニラの方がいいわ、全然。ネギもそうだし。香りがね、違います。で、豚を入れて、これ豚はね、なんつうか、油だね、油。フライパン。に引くための油だと思ってね。あとまあやっぱし口の中に入れた時にやっぱしね、動物性のね、タンパク質をね、感じるのと感じないのと全然ね、この美味しいっていうインパクトが違うからね。だから僕はね、豚ひき肉をどんな料理にもちょこちょこ入れてます。うどんにする時とかもね、焼きうどんもそうだし。だからミンチはおすすめですね。で、ある程度炒まったら、うどんを投入。このうどんは19円のうどんです、ね。うどんを入れて、ちょっと強火。で、水を入れて、すぐにふやけるようにね、水を入れます。よし。マックスか、これで。あれだね、なんか動画撮影用にね、レンズ買いたいな。今さ、ニッパチ75使ってんの、タムロンの A09 っていう。動画で、28mm。28mm はまあ、いいんだけどね。28mm。もうちょっと欲しいな。
100ミリくらい欲しいな、望遠側で。100ミリくらいで、マクロね、100ミリでマクロつけてほしいな。2パチなくてもいいかも、3号でいいよ、3号の100くらいでいいわ。でもレンズ買うお金ない。で、味付けはね、だしと醤油とみりんで作ってもいいんだけど、かつおだしと醤油とみりんで作ってもいいけど、これね、もうほとんどね、もう毎日のように食べる料理ですから、めんつゆをね、買っちゃってください。で、めんつゆね、やっぱね、うまく作ってある。何がいいってね、まあ、糖分も入ってるし、加糖ブドウ糖液糖、あとね、あれが酵母エキスね。酵母エキスとかが入ってるからね、まあ美味しく作ってるんだよ。椎茸エキス、ソーダ節っつうのこれ。魚介エキスとかね。めんつゆはね、ごめん、焼きついちゃった。あれ、昆布ベース。昆布系のつゆ買ってください。で、昆布つゆなんだけど、後ろ見ると、カツオとかいろいろ入ってますか？椎茸とか。昆布はね、飽きない。だからおすすめ。カツオはちょっとね、臭みがある分ね、飽きるんだよね。で、あれもあるし、カツオが食いたいんだったら、粉末のやつ使えばいいしね。ごめん、ちょっと入れすぎた？これ。焼きうどんの何がいいってね、こうね、だしをね、入れる量がね、少なくて済むの。うどん、スープを使ううどんに比べてね。で、ちょっとごめん、入れすぎたわ。もうね、集中できないね、この飯にね。完成。さあ、うどん食うぞ、焼きうどん。うん。もういつも食ってるからね、これ。うん、でもね、飽きないの。いつも食ってるけど。あまり見え。カツオの香りね。カツオじゃねえや。昆布の香りね。主張しすぎない。ね。で、いろいろ出すからね。聞いてて、いろんな。昆布エキスとかね。で、ネギの甘みとね。で、ニラがね、こう、ピリッとね。香りをね、放ってくれてね。で、豚肉のタンパク質と。飽きないわ、焼きうどんは。早いしね。作るのが早く済むしね。おかしな日本語だけど、気にしない。うまい！ね、うどんが19円で、ひき肉とか、ネギとか、ニラとか入っても、ね、40円は切るでしょ。30ないんでしょ、原価。